ご視聴ありがとうございます。ダイクマンです。今回は高校3年生の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲はカポタストを使わない、いわゆる開放弦。Am コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で6種類。簡単に確認しておきましょう。Am コードの形です。C コードの形です。D マイナーコードの形です。4弦から下を響かせましょう。E コードの形です。F コード、講座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。最後は G コードの形です。が済んだら次は右手の動き。高校3年生は4拍子、引き下ろし、引き上げを4回繰り返して1セットとしますが、今回は弾むようなノリを作るため、引き上げを意識してアクセントをつけていきます。具体的には引き下ろしよりも引き上げを若干強めに弾くようにして、いつものジャッカージャッカーではなしに、ズンター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 。では左手でネックを押さえて音を消してこのストローク練習をご一緒しましょう。ズンター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 1セットを計4回ご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。ズンター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 3回4回。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインに入っていきましょう。前半分、まず1行目のゆっくりお手本を先に聴いてください。ではさらにゆっくりスピードでこの行ご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。1行目が標準スピードに達すると、赤い夕日が校舎を染めてとなります。続いて2行目、最後声の部分まで練習しましょう。まずゆっくりお手本です。ではさらにゆっくりスピードでご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。にれの木陰にはずむ声。2行目が標準スピードに達すると、となります。続いて2行目の終わりから3行目にかけて、まずゆっくりお手本です。ではさらにゆっくりスピードでご一緒に、今度は3カウントで入ります。1、2、3、あー。
が標準スピードに達すると、あー後半の2行は一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本を聞いてください。僕ら離れ離れになろうとも暮らす仲間はいつまでも。ではさらにゆっくりスピードでご一緒しましょう。フォーカウントで入ります。1、2、3、4。僕ら離れ離れになろうとも暮らす仲間はいつまでも。この行が標準スピードに達すると、僕ら離れ離れになろうとも暮らす仲間はいつまでも、となります。今回の課題曲高校3年生は御三家の名曲の中でも特に高い人気を誇ります。その理由は簡単で、キーワードは手拍子です。昭和人の心は歌を歌いながら手拍子を取ることで揺さぶられます。昭和歌謡の番組でもフィナーレには手拍子を取れる曲が歌われています。他に有名なところでは、若く明るい歌声に青い山脈や、いつでも夢を、いつでも夢をなど、手拍子を打てるこの曲はレクリエーションにはうってつけで、歌ってくださる皆さんの心を弾ませ元気にさせる魔法の名曲だと思います。ぜひマスターされレパートリーに加えてください。全体の弾き方解説は以上です。なおフルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。さらにこの後動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録高校3年生お手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。